ごくおいしいきのこ、今日もみんなでクッキング。本日はあと一品欲しいときに大活躍、冷蔵庫にあると便利なきのこの常備菜レシピ4選です。それではレッツクッキング。一品目は3種きのこの和風マリネです。3種のキノコの異なる食感が美味しいマリネ、醤油ベースでマイルドな味わいが癖になりますよ。続いて2品目は豚しゃぶとキノコのニラポン酢あえです。キノコで旨味アップとかさ増しした豚しゃぶにニラの香りと辛みをプラス、茹でて調味料と和えるだけなので簡単です。温かいままでも冷やして冷しゃぶにしても楽しめますよ。続いて3品目はキノコとミニトマトの焼きマリネです。
蒸し焼きして柔らかくジューシーになったミニトマトがソースのようにキノコに絡んでとっても美味しいですよ。最後はレンジで簡単、キノコとささみの梅味噌和えです。キノコの旨味や香りに梅味噌のさっぱり風味がマッチ。しっとり食感のささみで満足感もバッチリの一品です。お弁当にもとってもおすすめですよ。以上、あと一品という時やキノコを楽しみたい時にぴったりの作り置きレシピ4選でした。お気に入りのものはありましたか？皆さんぜひ作ってみてください。本日のキノコ図鑑、長野県中野市はエノキタキの生産量日本一のキノコ王国。産地がお届けする中野キノコ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。キノコチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしいキノコ今日も